そうですね、本当に嬉しい、嬉しいっていうか、また同じ空間でこういろんな話ができて、本当に楽しみというか楽しいですね。まあ、僕自身もが、まあ、両チームというか鹿島にも在籍して、仙台に今いますけど、やっぱりどちらも被災して、まあ、スポーツを通じてというかね、僕たちがやっているサッカーを通じて、少しでも皆さんに元気を与えられたらいいなという思いで、みんないると思います。まあ、やっぱり自分より年齢上なのはデルピエロさんだけなんで、どんな風に取り組むのかというか、まあ、姿勢そういうところはちょっと見ながらしっかり別でアップして、入念にアップしているところなんか見てもね、ちょっと学ぶところがあるなという感じがしました。まあ、監督なんか、コーチも挨拶で言ってたんですけど、まあ、そういう元気や勇気を皆さんに伝えるっていうことと、勝負にこだわろうということを言ってて、まあ、やっぱそれがやっぱり僕たちが生きている場所なんで、まあ、そういうところにもこだわりながらいいプレーを見せて、まあ、そうですね、喜んでもらえるようにしたいなと思います。